皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日一本ずつお送りしていく響スタイル、今日の担当は佐々木美恋です。はいはいはい、今日はですね、なんとゲームをやっちゃいたいと思います。今日やるゲームはなんと好評発売中の Nintendo 3DS のゲーム、フューチャーカードバディファイト誕生、俺たちの最強バディです。イエーイ。こちらね、ご紹介していきたいと思います。もちろん私も出演しているんですよ。アニメ版にね、引き続きゲームでも浮きくぐる役として出演しております。もうね、たくさんの人にねプレイしていただきたいので、少しでもこう魅力をお届けしたいなと思います。ではでは見ていきましょう。まずですね、なんとこちらゲームの中に登場する収録カード、なんと5000枚以上だって。今回3作目ですから、ゲーム私もね、1作目2作目もちろんやってましたけど、3作目ともなるとやっぱ収録カードもめちゃくちゃ多いですね。そしてそしてなんとですね、このゲームオリジナルの主人公とバディモンスターが登場するんです。そう、まあアニメではね、あのガオくんが主人公ですが、口にね、ここに見えるかな、ここにいるのこの子がオリジナルの主人公、そしてバディモンスターですね。すごい熱血っぽい可愛い男の子ですよね。この子を使ってプレイができるということなんですよ。そして、先ほどもね、私も前作のゲームやってたって言ってたんですけれども、なんと前作のゲームのデータが引き継げちゃうんです。すごい親切。そしてそしてさらにですね、封入特典カードがついてくるんです。ゲーム限定カードがなんと3種6枚入っているそうです。実際にカードがちょっと開けて見てみたいと思います。はいはいはい、おー、入ってました、入ってました。6枚、ちょっと見ていくよ。まずは1枚目が炎竜バーン、バーンね。そしてそうね、バーンねまたバーンね。そしてそして拳の炎竜バーンボンドドラゴン、これが2枚入ってる、入ってまして、そしてそして絆の不死炎竜バーンボンドドラゴン、こちらも2枚入ってて、さらに最後のカードがキラキラしてますね。キラキラしてる、キラキラカードも入ってますよ。お得感ありますねこれはね。いや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 、ということでちょっとせっかく開けたのでゲームプレイしてちゃいたいなと思います。わー、あ、来た来た、もうすぐ来ました。じゃあね、実はですね、大人の事情でプレイ動画はちょっとお見せできないらしいんです。なのでぜひ皆さんは音と私の声だけでちょっとお楽しみいただければなと思います。じゃあ始めてみますね。おー、熱い、なんかワクワクしますね、音聞いてるだけで。じゃあ始めから、私はやっぱ簡単で気楽にファイトから始めてみたいと思います。いや結構強くてね、前作も本当くぐるに勝てなくて何回も。あ、出た、この主人公の子出たよ。お、ガオちゃんも出たよ。いやガオとの関係もね気になりますね、この主人公。あ、バクちゃん来ましたよ。いやでもいいな、屋上でお弁当食べたいな私も。
うん、各ワールドの代表が全ワールドナンバーワンを目指してファイトする大会です。カオくんはね、ドラゴンワールド代表で、そしてあ、ミコロンはね、バディやってないみたいですよ。バディモンスターとも出会ってないって。それでガオに教えてもらうわけですね。おお。あ、キャッスルに行って、お、キャッスル行きましょう。キャッスルに行ってデッキを作るってバクちゃんが言ってましたね。早くファイトしたいよ。あ、すごい、ちゃんとカードの種類とかについても本当に一からバディのことについて教えてくれるんですね、これ。わー、すごい。じゃあどうしよう。まずじゃあもう一番最初のカードの種類っていうところから見ていこうかね。すごいな。ルール教室1。お、カオくんが戦いながら教えてくれるみたい。はいはいはい。一つ目はフラッグカード。そう、フラッグカードごとに決められたカードでデッキを作るんですね。そうそうそう。で、今ミコロンが使ってるのはドラゴンワールドみたいですね。そして二つ目はモンスターカード。モンスターカードね、こうコールして使うモンスターのカードですね。モンスターのサイズ、サイズ重要ですからね、バディはね。サイズ合計3以下までしかねコールできないんですよね。そして攻撃力、そして防御力、このパワーでね戦っていきます。そしてこの攻撃力と防御力の間にあるのが打撃力ね。そしてアイテムカード、装備したりね、して自分自身が装備して、モンスターとかファイターにアタックができると。そして魔法カード、魔法カード重要ですよ。手札からキャスト発動させて能力を発動させるカード。そして必殺技カード。はいはいはい。あ、これでカードの説明は終了。わー、教えてもらっちゃいました。どうしよう。あ、街を回れる。街がありますよ、キャッスルに。商店街とか、ガオくんのね、家もありますね。どこ行ったらいいんだろう。学校もある、路地もある、公園もある。終わりですか。まだ戦ってないんですけど。終わりだそうです。まだここから。あー、ここからだったのに。ちょっと全然ね、戦ってもいないんであれなんですけど。いやいやいや、今からですよ、今からですよ。ミコロンの旅はここから続く、始まる。いやいやいや、皆さん分かっていただけたかな、ゲームの魅力。ほんとね、最初のチュートリアルの部分だけだったんであれなんですけど、ほんとね、バディ全然やったことない方も本当に力分かるし、ルールのね説明もめちゃくちゃ丁寧なんですよ。私ね、バディもともとやってる人はね、もうガンガンファイトもできますし、いや、これは買うしかない。ぜひぜひ、現在好評発売中ですので、ぜひ買ってください、プレイしてください、遊んでください、よろしくお願いします。あ、私も早くやりたい。私もね、先ほどいただいたので、久しぶりに 3DS を起動させて遊びたいなと思います。皆さんもぜひよろしくお願いします。ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録などよろしくお願いします。毎日見てください。ということで今日お送りしましたのは佐々木みこいでした。バイバーイ。